世田谷つまみは世田谷育ちの野菜を使ったレシピを紹介します。お料理をつまみながら世田谷区の情報も一緒につまんでみようという番組です。今回は世田谷区経済産業部の職員がお話しします。今日の世田谷育ちはほうれん草。一体どんな料理と話がつまめるのか、世田谷つまみスタート。世田谷育ちとは何でしょうか。はい、世田谷育ちとは、世田谷区内の農地で生産された農産物を世田谷育ちと呼んでいます。世田谷区は世田谷区農業振興計画に基づいて区内産農産物世田谷育ちの地産地消の促進や、持続可能な食料生産を目的とした農地の保全に取り組んでいます。農地を保全することで安らぎや潤いをもたらす景観が生まれ、区民が農業自然に触れ合える体験や交流の場として、また農地は災害時に地域住民の一時避難所としても役割を担っております。世田谷育ちって おいしいんですか。もちろんおいしいです。野菜は新鮮であることが重要な要素の一つです。採れたての野菜は味が際立ちみずみずしく全くの別物です。長距離輸送や冷蔵保存などの過程がないために一番おいしいタイミングで農家さんが収穫していることも一番のメリットです。また世田谷育ちの場合は市場や卸を通さないためにスーパーなどで購入するよりも比較的安く販売されていることが多いです。世田谷区の農地面積は約80ヘクタール東京ドーム17個分となっており、23区では練馬区について2位の規模で農業が行われております。今回何を作ってくれるんですか。今日はほうれん草の肉巻きを作ります。茹でたほうれん草をお肉でくるくる巻くだけのとってもシンプルな料理です。エシカル消費っていうのは何なんですか。はい、エシカルとは倫理的道徳的という意味で、エシカル消費とは人や社会環境に配慮した物やサービスを選んで消費することです。エシカル消費はささやかな思いやりから始まります。これはどこでどのように作られているのか、これを選んで消費することで地球に負担をかけていないかと考えることができたら、それがエシカル消費です。また世田谷育ちを購入することで地産地消の促進をすることもエシカル消費の一つと考えています。地産地消というのはどのようなメリットがあるんですか。地産地消とは地元で採れた農産物などを地元で消費することです。新鮮で採れたての食材が手に入り、農家の方の顔が見えることで安心につながります。また地元の生産者を応援することで地域に住む作り手にお金が還元され、地域の活性化にもつながります。ほうれん草の鉄分で非ヘム鉄って言われていて、ちょっと吸収されづらい感じなんですけれども、動物性のタンパク質と一緒に摂取すると吸収が良くなります。ありがとうございます。いただきます。おいしい。ご飯のおかずにも、お酒のおつまみもすごいぴったりな食材だなと思いますね。そうですね、肉とほうれん草の相性もバッチリでとってもおいしいですね。鉄分もたくさん取れて女性にもとっても嬉しいと思います。野菜嫌いの子供もお肉と一緒に食べることで完食してもらえるんじゃないかなというふうに思いますね。ほうれん草はアクが強い野菜と言われているので、苦手なお子さんもたくさんいるかと思うんですけれども、お肉と一緒なら美味しくいただけそうですね。親子一緒に美味しく食べていただけるといいですね。そうですね。
今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いただいた料理が簡単にできそうなので、私も自宅に帰って振るってみようかなというふうに思いました。普段料理しますか？普段料理全然しないんです。でも今日の工程見てる感じだとおそらく僕にもできそうなので、はい、料理してみようかなというふうに思います。できるんですか？ほうれん草の料理がレパートリーがあまり豊富ではなかったので、一品知ることができてよかったです。得意な料理はありますか？天津飯とか中華料理が多いです。これを視聴している皆さんに世田谷育ちですとか、まあエシカル消費っていうことを少しでもしてもらえる機会になったら、我々としてもとても良いものだったかなというふうに思います。とても緊張しました。ここに撮影用のライトがあって、でよくテレビで見るような YouTuber の方とかが使われているものが、あ、まさにこれだっていう感じでとても緊張しましたが、一人でも多くの方に伝わってもらえればいいなと思います。世田谷育ちの魅力って何ですか？世田谷区で採れた農産物を、その日のうちに消費できるっていうところは、世田谷区内の循環が生まれてくるっていうところが最大の魅力かと思います。世田谷育ちはこちらで購入可能です。目印はこの上り。世田谷育ちをぜひお買い求めください。世田谷つまみいかがでしたか？面白いな、他の食材についても知りたいな、世田谷育ちっていいかもと思っていただいた方は、ぜひグッド評価をお願いします。ではまたお会いしましょう。